今日はあいにくの天気ですが、あの難しいと言われる君沢津ゴルフクラブにやってきました。はい、もうこのゴルフ場はすごい難しいので、今日はね95を目標に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。最近なんでとりあえずまっすぐ打てればいいかなと思います。なんとティーショットセンターに来ました。ここは残り142ヤードぐらいなので、少し大きめのクラブ6番アイアンで打ちたいと思います。ちょっとね左に見えないんですが、バンカーが隠れてるみたいです。これ見てくださいボコボコ、ボコやで、ボコやで。すごい。さあ、これを入れたら前回と同様、最初のホールからパー。右カップちょっと外し目で、上りフックで打ちたいと思います。いきなりショートです。なんと左にこんなでっかい池が、なんでフェードっぽい感じで、まあ、右に乗ればいいかなって思います。右に乗れば OK、 狙った通り。これはね逆目のアプローチなんですよね。結構引っかかるんで、まあ右手の力は入れずに、ちょっと右方向を狙って打ちたいと思います。やっちゃったやっちゃったやっちゃった引っかかった。いや強すぎた強すぎた。え、下り登って下ってます。登って下ってだ。失敗失敗。こっちから見ると下りでしたね。はい、はい、開始です。短い。このホールは左がグリーンまでずっと OB のホールになります。本当はこういうのは体をこう前後したり左右にぶれると出ないんで、体を止めた状態で、出ました。ナイスアウトです。ナイスアウトです。ありがとうございます。はね、右に行きやすいんで、右に行かないように。ボギーパット。